古事記20国譲りの始まり天照大神は天井の高天原から豊橋原の中津国を見下ろしていました「この国豊橋原の千秋の長い方秋の 水穂の国は毎年秋になるとみずみずしい稲穂が渡す限り波打つほどのり豊かな国になりましたね。我が御子まさかつあかつか赤はやひ雨のおしほみ,みの巫との 統治する国ですよ。まさかつ赤津、勝、早日、雨のおしほ耳のみことよ。そなたが治める国である。行きなさい。は、仰せの通りに。高は原と、 原の水穂の国の間にある雨の浮き橋にたどりつきましたそこから下界を見下ろし「この国は想像しいの。これはどういったものかほらお母様に相談してみよう」 芦原の瑞穂の国は想像しとな、うん、八百万の神々と話し合うことにする高見結びの神と天照大神は雨のやつの河原に八百万の神々を集めに集めました重い鐘の神は 高見結びの神の子であり知恵の神ですそして重い金の神をはじめとする八百万の神々に向かって話しました「足原の中津国は我が子雨のおしほ耳の御箏の治める国である」。 ところがこの国はち早ぶる荒ぶれた神々があちこちにいます。このち早ぶる荒ぶる神々をおとなしくさせるためには高浜原からどの神を使いに出せばいいだろうか。重い金の神と。 ギャオヨロズの神々は話し合いました。重い鐘の神は言いました。天照大神様の二番目のお子様、雨の星の神をお使わしになるのが良いだろうという話になりました。 はらのなかつくににちはやぶるあらあらしいかみがみがおとなしくなるようにあめのほしのかみをつかいにだしました。あめのほしのかみはおおくにぬしのみこととあったとたんたちまちなかよくなってしまいます 足原の中津国に行ったきり音沙汰もなく三年も帰ってきませんでした。高見蒙弘の神と八百万の神々を集めて天照大神は言いました。足原の中津国に使わせた雨のほひの神は ふにぬしの神にこびついてしまいました。代わりにどの神を使いにだったらいいだろうか。重い金の神は言いました。いやおよろずの神々と話し合って雨の若彦を使いに出すのがよかろう。 ということになりました。天照大神は言いました。雨の若彦、足原の中津国に、高天原からの使者として行っておくれ。は、お世の通りに。雨の若彦は、 雨のマカコユミと雨の母屋を授けられて、足原の中津国に降りていきました。雨の若彦は、大国主の神と会いました。雨の若彦は、大国主の神に歓迎され、 娘のひたてる姫に会いました。雨の若彦はひたてる姫とひかれ合い結婚しました。ゆくゆくは「この国は俺のもんだ!」。国を手に入れ我が物とせんともくろみ八年間とどまりました。 高天原で天照大神は言いました。雨の若彦はどうしたなぜ八年も帰ってこないのだ任命されたことはどうなっておる高見結びの神と天照大神は雨のや安の河原に八およろずの神々を集めて言いました。高天原のどの神が 雨の若飛行に会って聞きに行ってくれるだろうか重い鐘の髪が八百万の神々を代表して答えました「鳥の鳴き目を使いに出すとよろしいでしょう」「天照大御神は鯉の鳴き目に言いました」

雨の若彦の親屋敷の入り口の神聖なカツラの木に泊まりました。雨の若彦様雨の若彦様その声を雨の作目が一切漏らさず聞きました。高天天原の天照大神様が。 お楽しみでございますなぜこの国に長くとどまっておいてなのでしょうかあなたの任務はこの国の神々におとなしくなるようお願いすることだけでしたよ雨のサグメは雨の若彦にささやきました泣き上の人 ひどい鳥だこそ殺しておしまい!」。「雨の若彦は高天原で天照大御神から授かった雨のまか子弓と雨の母屋を持ち出して」。 雨の母屋はきじの胸を通り抜けてそ高高く飛んでいきましたなんとタカアマハラの雲に穴を開けて雨の母屋が飛び込んできました高み結びの神とアマテラスおおが一緒にいるところにその矢が飛び込んできたのです。 高み結びの神はその矢を掴んで言いました。この矢は雨の若彦に授けた矢である。んここに血がついているぞ。んこれはいかなることか。高み結びの神は言いました。これからこの矢を 雨の若彦のもとに飛ばします。雨の若彦がアマテラスオオミカミの命令に背いていないのであれば、この矢は雨の若彦が命令に従わない。悪い。神に向けて放った矢ということになる。その時は？ 雨の若彦にはこの矢は当たらない。もしも雨の若彦自身が、横島な心を持って矢をいたのであれば、その時、雨の若彦よ。災いはあなたに降りかかる。矢はあなたに当たり、雨の若彦よ。 あなたは死ぬ高み結びの神は雨の母親が開けた穴からでかいに向かって矢を突き返しましたその日雨の若彦は朝になってもまだ寝ていました矢は 雨の若彦の紫にあたり雨の若彦は死にました。おじき編さんの大野ま丸は言いました。驚きました。死という言葉が出てきました初めてではないですが私はどこか 神は死なないのかなと思っていました。いざなみのみこと様が火の神、かグつチ様を産んだったことがきっかけで、お亡くなりになられても死んでしまいましたとは言わず、かむさりましたとアレさんはお話でございます。 あらゆる神話の語り伝えを記憶している、ヒ田の姉は言いました。王のやすまの様、イザナミの御子と様は亡くなったとは言っても、死んでおらず、黄泉の国においででした。それではなぜ、アメ若彦は死んだと、 はっきり言われたのですか。なぜならば雨の若彦は雉の鳴き目を殺したからです。雨の若彦とキジの鳴き目はどちらも天の使いです。雨の若彦は神の矢でキジの鳴き目を殺してしまいました。 神の矢で、天の使いの泣き目を殺ったということは、天に矢を向けたのと同じことになります。天に向かって矢を放てば、災い矢は自分に降りかかる。天に向かって唾を吐けば、唾はそのまま自分に返ってきます。 雨の若子は横島な心で矢を放ち、それが自分に返ってきたので死んだということですね。自分の行動と心の持ち出しが相手に向けたものであっても自分に返ってくるということですね。はい、それで。 足原の中な国人の平定はこれで収まらず腰を据えて取りかからねばならぬことと高浜原の神々は再び使者を送ります次回をどうぞお楽しみにチャンネル「ドアノブ」がお送りしました。